おはようございます。速稼塾の久保でございます。月曜日になりました。5月23日です。今月もあと1週間ぐらいになっちゃいましたね。6月に入ると、さあ相場はどのように動いていくんでしょうか。この円安が終わってですね、円高の方に少しは戻っていくんでしょうか。で、FX オリガルヒについてなんですけども、今週中にプロモーション開始して販売を開始します。そんなね、5万10万とかで気軽に買える金額ではないと思いますけど、その分だけ覚悟ってものがお互いに必要です。コンテンツを提供する私の覚悟、それから受け取る方の生徒さんとしての、受講生さんとしての覚悟も必要です。ただこの FX オリガルヒ、基本的にはね、今回販売するコンテンツと別にですね、概念として持っている FX の考え方なんですけども、50代の10年間私 FX にほとんどぶち込もうかと思います。その度に付き合ってくださる方を FX オリガルヒというね、まあそういったチームでちょっと今回ね、募集してみようかと思うんで、基本的には毎年何らかの形でね、新しい方を呼びかけて参加していただくためにやっていこうかと思うんですよ。で、1年ごとに進化したコンテンツにしたいと思いますし、その1年ごとのコンテンツの進化を作るための1日ごとの積み重ねをしようかと思うんですよね。で、この積み重ねなんですけども、今まで6年間毎日 FX の投稿をしてきました。1日たりとも欠かすことがなかった。土日もやってきたと思います。ね、最近は1週間のまとめみたいなのを作ったりとかしてね、私もそのまとめを見ながら1週間がどうだったのかなってことを検証して、翌週につなげていくわけなんですけども、とにかくね、腰の入ったものが作れると思いますし、それから自信を持ってお話しできるのはレスポンスですね。レスポンスの速さと量、それから具体性、伝わりやすさ、こういったものは多分どんなところとも引きを取らないんじゃないかなと思いますね。で、私がやってるのはテクニカルに忠実になることですから、個人的な意見とかはもう一切入れていかないです。まあその上で個人的にこう考えてるよっていうのをこぼれ話でお話しすることはあると思いますけども、そこは相場の予測とは全く別の話でね、聞いていただければと思います。ごちゃごちゃと申し上げましたけども、今週中に FX オリガルヒのプロモーション開始しますのでご期待ください。それでは今日の相場解説になります。こちらをご覧ください。週が変わりましたので週足を見ていくんですけども、ご覧のようにね、完全に向きは変わりましたよね。ずっと1週間ごとの陽線の連続だったんですけども、ここに来て陰線の3連続が出ようとしてます。もちろん陰線の3つ目はまだ未確定なんで何とも言いませんけども、下髭が2連発で大きく出ているところを見ると、まあ陰線ないしは、短い陽線になるんではないかなというふうに考えてます。まあいずれにしてもずっと円安っていう流れは止まりまして、135円の方向にはそんな簡単にはいかないってことでしょうね。バランスしたのかもしれません。127円になってしまっております。はい、次です。じゃあ次は日足を見ていきますよ。日足を見ていくと、ここ横ばいに近くなってますね。 N 字を書くっていう流れではなくなってきてるんで、ちょっとこの前お話ししましたけども、ヘッド&ショルダーに似た形になってます。あくまで似た形ですよ。これがとんがりコーンになってないですからね。似た形ってここは台形になってますんで。ただ大きく下落が始まる予兆を示している形であるってことは間違いありません。大きく下に本当に下がるのかどうか、買い足で検証していきます。4時間です。4時間はお話した通り、ソーサートップをここで作ってますよね。ソーサートップの特徴は、ここでもう一個跳ねるところがあるっていうところなんですよ。で、ソーサートップのこちらの方にレジサプラウン引いたら、ここよりも上に上がってこないっていう形になります。おそらくここで横ばいを作るんじゃないかなと思いますけどもね。横ばいを作った後に下の方に伸びていくっていうところだと思います。これが今週本当にそうなるのかどうなるかって見ていくことになると思いますね。ソーサートップの次の形がどうなるかってことです。1時間です。ソーサートップの緩やかに落ちていった後の跳ね返りでさらに落ちて、レジサプラインがビュンと引かれたところです。さあ今週これがですね、こういうふうに横ばいになっていって下に落ちていくのか、それともソーサートップのレジサポラインをもう一回思い出すように上の方に行くのか、この可能性は低いと思いますけどもね。この可能性は低いとは思います。どちらかというとこっちに落ちていくことを考えます。その際はこちらのレジサポラインを見ていくことが肝要になってきますけどね。そうなったら126円の方に久々に戻っていくっていう形になるんですよね。1週間はこれを見ていこうかと思います。はい、いかがだったでしょうか。今日も具体性を持ってテクニカルで説明したと思います。
特に週が明けましたんで、今日はポジション取るか取らないかっていうよりも、きちんと相場を見るために週が明けたから1週間を見る、そして1日を見る、4時間を見て1時間を見る、場合によっては買い足を見ていくって形になりますけども、今回買い足は必要ないかなと思いましたんでお示ししておりません。今週は操作トップの後がセオリー通りさらに下に行くのか、それとも操作トップは瞬間的なものでまた円安の方に触れていくのか、ここに注目でございます。それではありがとうございました。